ちょっとあのフードコートの、 あの新しいメニューのチーズバーガーも食べたのでご紹介します。車内でちょっとバタバタしてますけど、よかったらどうぞご覧ください。はい、コストコのフードコートの、ハンバーガーです。チキンベークがなくなってハンバーガーができたらしいんですけども、すごいボリュームです。っていうかこのバランスの悪さすごいですよね。ちょっとなんか頼んだ時に今パテを焼いたばっかりなのでって言われて15分待って呼ばれて行ったんですけど、私ともう一人の方がいて、番号札持ってる方がいて、でもう一つの方は綺麗に結構整ってたんですけど、こっちはもう多分トマトの厚みとかなんかバランス的に崩れちゃってどうにもならない感じで、もう最初からこんなになってて、まあ、位置的に私がこっちをもう取る羽目になったというか、これを取ることになっちゃったんですけど、ちょっとせっかくなのであったかいうちに車の中で食べちゃおうと思います。いただきます。お肉2枚入ってます。すごい。それでもうこれがずれちゃってるので、あ、ここを戻せばすごいボリューム。これさ、ハンバーグが2個入ってる感じ。あ、ここでもうチーズが固まっちゃってるから、あ、いけるかも。よしよし、これで、あ、ちょっと整った。すごいボリューム。じゃあちょっと いっちゃうよこれどうやって食べる。いい、うん、食べるよ、うん、いただきます。トマトからだよね、飛び出してるから。うん、服よね、ほら、トマトだけトマト何口目でパテに行くんだろう。おいしい？うん、やっとパテに行った。あのね、ちょっと積み込みに手こずってね、雨でて、うん、ちょっと冷めちゃった、うん、でも硬くないし美味しい。すごいよ、ほらこれ見て、ダブルチーズバーガーだよね、うん、でもこれで680円だからマックのセットって結構するじゃん、うん、あ、そっち、うん、すごいね。ここ見合ってる視線合ってるみたいな、うん、食べてみる。うん、560円ぐらいじゃん。600円。セットで600円。セットだってもっと高いんじゃない。600円600円はするよね、今、うんうん、どのセットも結構だから、それで、まあ、ポテトはないにしてもソーダ660円だし、安いよ、安いっていうか、まあ、このボリュームすごいよね、うん、食べてどうぞどうぞ。おいしい。今、あれ、プルコギベークはもう食べたの。まだ残ってるプルコギベークが好きで、息子はチキンベークにちょっとハマり始めたところでチキンベークがなくなっちゃったので、ね、それでこのチーズバーガーが出たんだけど、これはこれで美味しいね。ただチキンベークのね、400円ぐらいだっけ、チキンベーク、プルコギベークはね、に比べるとちょっと高いもんね。でも美味しい、ボリュームあるね。お肉ね、パテが2枚入ってて、ね、これだから本当にほかほかの出来たてだったらもっとすごい美味しかったよね、きっとあんたモザイクかかるからと思ってやりたい放題やってんでしょすんごい大口開けてます美味しいなんかプルコギベーク食べていいよとか言ってるんですけどハンバーグと、うん、ハンバーグが、うん、合うって超美味しい。あ、トマトと一緒に食べると美味しい。なんかトマトが、うん、なんかハンバーグは子供にトマトが大人って感じ親子ってよくわかんない本
ど、いいコンビってこと。そういうことか。トマトが大人、あ、そういう意味。なんかすごい、よくわかんないですけど。まあいいか、すごい食べてるけど。そっち買えばよかったって感じ。笑ってる。美味しいね、お母さん。美味しいです。すごい食べました。Yeah, yeah, 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 yeah.